朝鮮労働党創建70周年を迎える北朝鮮で動きがありました。朝鮮中央通信によると、この日新たな地球観測衛星の開発が最終段階である。世界は衛星が大空高く飛び立つのを目にするだろうとして、長距離弾道ミサイル、発射の可能性を示唆しました。さらに翌日には、全ての核施設を稼働したと表明。こうした動きは北朝鮮を敵視するアメリカを牽制する狙いもあると見られるんですが、半田さんはどう思いますか？はい、これはテポドン2の派生型というやつで、これは日本を飛び越えていくんですけども、まあ、無縁ではないですね。3年前にも同じような発射が行われまして、石垣島や宮古島に地対空迎撃ミサイルを、まあ、配備するというようなことがありましたので、我々としても、まあ、無関係ではいられない。そのこと。そうですね。同じく9月14日の月曜日ですが、埼玉県熊谷市の住宅でこの日50代の夫婦が殺害されているのが見つかりました。さらに16日には同じ熊谷市の2つの住宅で4人が殺害されているのが見つかり、警察はペルー人の男の身柄を確保しました。合わせて6人を殺害した疑いがあるというこの男、最初の事件の前日には熊谷署で事情を聞かれていましたが、財布などを置いたまま走り去って行方が分からなくなっていたといいます。一方、ペルーの検事局はこの男について、ペルーで少なくとも25人を殺害した男の弟だと報じました。男は確保された際、立てこもっていた住宅の2階から飛び降りていて、意識不明の重体ですね。事件前に県警が容疑者を任意同行して逃げられたことに関して、県警はまあ、その時点では容疑者でもなければ保護対象者でもなかったから捜査に落ち度はないというふうに主張しているんですけども、実はその職務質問の時に逃げられたということですから、その何か犯罪の容疑があると考えて身柄の確保に全力をやっぱり投じるべきだったと思うんですよね。その点では少し今後の、まあ、検討というかですね、ちゃんとした、審査が必要だと思うんですね。警察捜査が適正だったかと思います。同じく9月14日の月曜日ということになりますが、外国人観光客も訪れていた熊本県の阿蘇山、この日、去年11月から断続的に噴火が続く中岳第一火口で、これまでよりも規模の大きな噴火がありました。気象庁は噴火警戒レベル入山規制となる3に引き上げ警戒を呼びかけていますが、詳しくは水野さんがご説明いたします。はい、熊本県の北部に位置します阿蘇山は国内有数の活火山です。阿蘇五岳と大龍山から形成されていて、今回噴火したのは阿蘇五岳の中岳第一火口です。気象庁によりますと、今回の噴火はマグマ水蒸気噴火とみられています。このマグマ水蒸気噴火なんですが、マグマが地下水などの水分に触れて高圧の水蒸気が発生し噴出するという現象です。今回の噴煙は一時火口から高さ2000メートルにまで達し、付近には長さおよそ 1.7 メートルもの噴石が飛散しました。今回は事前に立ち入り規制がされていたので怪我人は出なかったんですが、気象庁は今後について、今回と同程度の噴火はあり得るとして引き続き警戒を呼びかけています。今回の噴火は比較的規模が小さかったんですけれども、この阿蘇山は過去非常に大きな噴火を起こしています。特におよそ9万年前に起こった阿蘇4噴火、非常に大規模なもので600立方キロメートル、東京ドームにしておよそ48万台分もの地下マグマが噴出しました。マグマが抜けた後の地盤、空間に地盤が落ち込みまして、巨大な鍋状の地形が作られます。この地形がカルデラと呼ばれることから、このような巨大噴火をカルデラ噴火と言います。阿蘇山のカルデラは世界最大級の大きさだと言います。
北海道の東部にまで飛んだという記録が残っているんです。また火砕流の堆積物は九州全土に広がり、本州の山口県でも確認されています。さらに九州では阿蘇山だけではなく、このようにさまざまなところでカルデラ噴火が起こっています。周期を考えると、カルデラ噴火がいつ起こってもおかしくないという専門家の声もあるのです。しかし、そんな九州には原発が2カ所あります。九州電力はカルデラ噴火発生の可能性は低いとし、またこの可能性があったとしても事前に原子炉を停止し、核燃料を運び出せるとしています。しかし一方で、日本火山学会は噴火予測の限界や曖昧さを十分に考慮するよう求める提言を出しています。それほど噴火の予測というのは難しいものなんですね。今回の噴火でカルデラ噴火が起こるということはないんですが、噴火予測の研究の発展と、もしもに備えた対策を国全体で取っていく必要があります。はい、ご苦労様でした。ちょっとこういうことが最近多いですよね。どうするんですか、1、2週間ね。箱根は少し落ち着いたのと思います、ね。それでは、いっとこなさいです。しっかりとやっていかなきゃいけないと思います。住民の皆さん、早速その南スーダンに派遣されている、自衛隊の PK を派遣部隊は、活動内容が拡大するということになるんですか。活動内容というか、できることですね。例えば駆けつけ警護であったり、そういう、新たにできることは あるわけですね。それは今辻元先生おっしゃったように、現場の第一線の自衛隊の方々の意見や様々な意見を聞いて、準備をしていくということは必要だと思います。社長吉川さん、南スーダン検討されているということですけれども、今回の法案が成立を、してしまいました。でその中で新たに付け加えられた活動をやるということですから、当然国会の中で何をどのようにやるのか審議しない限りは、勝手にその変わりましたから、こういうふうな新たな任務ですというのは、これは通じないというのです。それからあと、先ほどからですね、総理もそうですけれども、これから説明すると、これから丁寧に国民に説明していくと、一体何のために国会をやっているんですか。国会の中で国民の理解が得られていない、説明できなかったということでしょ、それはつまり。それをなぜ、ああいう形で強行採決としてやって、私は非常によくわからないのは、説明が足らない国民がやっている、しかもそれはご自身が認められている。こんな法案を採決するとして成立させてしまって絶対おかしいと思いますし、我が党は関連野党と一緒になって解消案を出して、それからあと国会の論戦、そして国会の外にある皆さんとしっかり手を結んで、この法案を廃止にし、そして選挙協力も進めていきたいと思います。与党公明党石井さん、はい、この法案自体はですね